フレデリック・モーリス・ドラ・トゥール・ド・オーベルには、ブルボン朝時代フランスの貴族、軍人。V4 公爵及び、スダン公、トゥレンヌ大元帥の2位。V4 公アンリと、オラニエ公ウィレム一世の娘エリーザベト・フランドリカ、ファン・ナッサウの間の長男。両親と、同様ユグノー・シ徒として育てられ、母方おじのオラニエ公、マウリッツの統治するホラント州で軍人としての、 教育を受けた。1623年父の死と同時に、ブイヨン公爵領、スダン公領、ジャメス及びロクールなどの所領を相続。1629年オランダのマーストリヒト氏総督に任命される。1634年また10枚にあたるエレオノールファンデンウェルフと結婚、妻の影響でカトリックに改修。改修を機にフランス王の宮廷に出資し、 順序に任じられた。また、スペインとの政治的交渉が内通とみなされ、1637年、オランダ政府から官職を剥奪された。ソワソン・伯、ルイド・ドブルボンと共に、リシュリュー・ス機キ教に対する陰謀を企て、スペイン軍の助力も得て、1641年7月、ラ・マルフェへの戦いで、フランス国王軍に勝利した。リシュリューに強遵した後、中条に昇進。 イタリア人部隊の指揮を任された。1642年、リシュリューの失脚を狙うサンマール公爵の陰謀に、再び加担、発覚後、カザーレモンフェラートに、逮捕、拘禁される。妻がスダンを、スペイン軍に明け渡すとする脅迫をリシュリューに行うに、及び、ようやく解放された。ただしこの事件を機に、スダン公領及びロクールは没収され、 フランス王国領に帰属した。1650年帝トゥレンの大元帥が指導者の一人となっていたフロンドの乱に加担。しかし、マザラン水気卿が行為の官職や没収されたスダン工領の保証となる領地の提供を申し出てきたので、マザラン側に寝返った。1651年、アルブレ工領及びシャトーイコールティエリ工領、オーベルニ博領及びエブルー白領などを獲得した。 1652年に死去資料地の一つエブルーに埋葬された。しかし意外は後に、息子のブイヨンスー教、エマニュエルテオドーズの遺行で、他の家族の意外とともに、クルニー修道院に移され、道院内に設けられたブイヨンクゲの母病に安置された。ありがとうございます。